ネタバレ注意、ワンピース1064話の内容を含みます。ご注意ください。それでは、ワンピース1064話青記事、ヤバイに対するみんなの反応を見ていくぜ。海賊になるとか青記事海軍の面汚しじゃん。海賊側行くにせよなんて黒ひげ選んだ。カイドウやマムに比べたら潜入しやすそうだし他の四皇潰しやすそうだから四皇で D 持ちだったからなのかな。なら麦わら海賊団でもいいじゃん。どう含めれば D が二人いるぞ。やってることといや四皇の国滅ぼしたくらいだから海軍とそこまで差はないんだよな。ロビンはショック受けそう。むしろロビンに感化されたんじゃね。ロビンも海賊になる道選んだの見てずっとロビンのこと見てきたならお腹が知ろうとした世界の謎について知りたいと思ってもそれほど不思議じゃないよな。青記事って先輩や元友人に D がいるっての意外に D の知識あったっけ。まあ戦国から教わってるとかあるやろう。大将レベルならわかるんでね。スパイとして潜ったと思ってたけど割と本気で黒ひげ参加に入ってそう。正式に辞めた後で海賊になったんだしいいんじゃない。海軍辞めたから問題ないけど海軍そのものが面汚しだからセーフ。裏切りそう。はいはいそうどそうど。まあなんか思惑があって黒ひげんとこにいるんだとは思うが青記事が黒ひげのことが好きとは思えないよな。独断での内定だったら笑う。っていうかそれ以外なくない。黒ひげもそれに気づいた上で囲い込んでそうだな。黒ひげはそういう度量ありそうだよね。ソードの隊長なんでしょ。追い出したというか九山が勝手に辞めたんだよ。まず決闘という方法を取ったのがあれだがシャンクスみたいに片腕なくなった設定じゃなかった。右足なくして氷で義足作ってる。正義はだらけてるのに悪党になったら勤勉とか最低だな。考えてみれば黒ひげはマムやカイドウと違って片木には迷惑かけてないし悪党とも言い切れない。エースや白ひげ殺したのもただの海賊同士の抗争でしかないし。いや黒ひげは普通に略奪もしてたじゃん。現状でも黒ひげより強い気が。振動は凍らせられないから相性最悪なんだ。杯俺海賊王になるよ。海兵のスモヤン助けたからな。ゼファーにしろ元海兵って敵に回るやつ多くね。上層部に昇格すればするほど天竜人が見えてくるしな。正義信じて職務に励んできたやつほど上層部の正義とは矛盾した行いに反発するのは当然といえば当然。ルフィとの因縁解消のためという大人の都合。あんた何やってんだ。俺は俺さならいいとか話してるしまあ潜入よな。黒ひげもわかってて全然信用してないけど元海軍大将なんて映画ならラスボスレベルなのにな。油断満身する癖はあるけどその欠点を挽回できるくらいの実力はあるからな。黒ひげセラフィムミホークの斬撃止めるくらいは武装色強い。定位置早くアニメで海賊ごっこする小安くんの演技みたい。赤犬あんま怒ってなかったし元帥赤犬から受けた密命を実行中なんだろうか。もしそうなら評価散々な赤犬の株上がる良い展開だけど五老星相手にしら切ってることになるしそこまで頭の切れるような描写があるキャラじゃないからな。元帥になったんだし色々考えてはいるだろう。五老星には遠慮なく物言ってるから普通にあり得る。なら麦わらの一味に入ればええやん。青記事が黒ひげに加担する目的がわからんな。そもそも黒ひげの目的がわからん。海賊王だろ。プリンの子供ってビッグマムの孫だからな。強そう。青記事黒ひげのとこにいるくせに Z で海賊は悪だってルフィたちにお説教かましてたのか。海賊になりすました海軍とかもうすでに何人もいるしな。逆のパターンもいたけど。コビーって黒すぎるどのスパイなんだろ。アルビダの手下なんだし。海軍将校になる男だぞ。将校にはもうなったんで目標が大将に上がりました。ドレイクやよりはちゃんと正義やってる。コングに活躍の場はあるのか。元海軍大将殺してもええのんか。逆にガチで政府に失望して気ままになってるパターンのが見たい。赤犬が出ていったら話が終わるから出るのが無理な役職に就かせましたってか。九山は世界政府に不満多すぎだし敵対しても仕方ない。地味に海軍に所属しながら四皇の幹部まで上り詰めてるドレイクすごいな。正直そのまま中将にでもなってた方が平和のためにはいかっただろ。4億倒せるレベルの中将がほとんどいないし見損なったでよ九山。元より正義でも善人でもなかった気がする。他の海軍大将も軒並みそうだけどもともと正義っぽい行動を出てきてから一度もしてなくね。トンジットじいさんが島を渡れるように海を凍らせてあげたでしょ。お尋ね者海賊への攻撃って正義じゃないかな。どうせいつものスパイ要員だよ。コビーも剣もあるしな。不
殺ってイメージだったけど普通にロビン砕こうとはしてたか。あれ止めなかったらガチで蹴り割ってたのかな。あの時はロビン自身がもう死にたいと思ってたから解釈のためにってとこあるよ。エニエスロビー以降でロビンが居場所見つけて生きる気持ちがあるって分かったらもう手出ししなくなったし。今まで自分の判断で生かした責任として解釈してやる程度の殺意はあったろう。スモーカー助けたりしてるし完全に闇落ちとは誰も思ってないだろう。どうせ最後に裏切るでしょ。そん時に死ぬと思うけど。黒ひげの勢力拡大させて普通に裏切るにしても罪重すぎだよね。プリンの種族が能力目覚めたらポーネグリフ読めるってんならもっと危険視されてなきゃおかしくね。ビッグマムのところにいるから手出しできんかったんだろ。身内にも隠してる極秘潜入調査かと思ってたがあのコーラセっぷりだとさすがに無理か。トットランドにはねえんだよ。人権がよ。赤犬とは絶縁だけど、戦国家がアクとは連絡取ってそう。今船に乗ってるんだクザン。見損なったぞクザン。つか扉へ繋がるの早。早くね。冷え冷えしてるだけの雑魚じゃけえ。黒ひげ海賊団の遠征組が蜂の巣に帰ったら、蜂の巣が氷漬けにされて待機組が全滅してる可能性もあるかもわからん。海軍いた時より黒ひげのところの方が仕事してるから転職して正解だったな。スパイしながらそれはそれとして海賊どもの戦力も削れる美味しい立ち位置。コビー本当に拉致されてるんかな。どっちつかずの正義だし、本音レベルでは海軍の味方でも黒ひげの味方でもないんだろう。どっちつかずハボルサリーの、クザンはだらけ切った正義。急ピッチで黒ひげを大ボスにする作業が進んでる。表紙へと内容が繋がる瞬間いいよね。エネルも期待できるのか。ローたちは青生地に凍らされてポーネグリフ奪われそうだな。船長より強そう。扉絵シリーズがリアルタイムで本編に関わってくるとは思わなかったな。青生地悪門だったのか。青生地までいるとか黒ひげ海賊団の戦力がやばい。グザンが黒ひげ海賊団10人目という予想がちらほらあったけど、本当に当たったとは。マジで面白くなってきたな。まあ赤犬嫌いだから悪の道を行くってのは筋が通ってるけど。ただの糞野郎じゃん。別に青生地そこまで人格的に素晴らしいキャラじゃないだろ。どっちつかずでガープの次にクソまである。青生地って片足なくなってたのか。もういっそクザンが真の黒ひげってことにしよう。リーチは最初からハイか。別に悪の道でもないだろ。相手は海賊だろ。トットランドの一般人手にかけちゃったからな。地下冥国は一般人じゃないぞ。扉絵連載の展開が同時進行の本編とかなり直接的に繋がってるな今回。クザンって途中で死にそう。スパイの割には大物すぎて警戒されまくるだろ。黒ひげはそれも込みなのか。黒ひげが納得するくらい仲間として活動してるのか。杯とボルサリーノは同期として責任取って。あれクザンってオーガーよりちっちゃかったような。ところでクザン国マントに合わねえな。あとその微妙にフリフリなシャツも。たとえスパイでもここまで加担しちゃうともうどっちでも変わんないよな。